皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバイオハザードコードベロニカ完全版遊んでいきましょう。さあ前回ですね、妹のクレアを追って刑務所からこの南極基地にやってきたクリスで、今回ペーパーウェイトとりあえず置いときました。一旦そうね、こういった感じでいきましょうか。まずどこに向かっていく、何をする。で、武器。一旦ショットガンね。こっち。あっ、これまずいな。ああ、しかもこいついた。何これ、アルビノイドいるの。ちょっと待ってね。あ、大丈夫。ダメージ安いわ。やったかな。よしよし。敵の復活イベントか。で、ブルーハーブ。こっからですね。この先。これ何？行けないの？あ、これ行けないんだ。閉まってる。これなんだろう。なんでかな。もう完全に潰れてるわ。行けなくなってる。まあ、嬉しいんだけどね。行けないんだったら、行かなくていいし。となるとですね、進路、こっちの方なのか。作業員室、ここ何もないかな。宿舎でしょ？だよね。もう、何もないかな。一応見とこうか。インクリボン？インクリボンか。いや、これは、いらないね。あとすいません。ここに溜まった。グレネード弾、6発。なんだこれ。なんでこんなに？こっちは、何もなし。まあ、一旦戻ってもいいかもね。これ弾じゃないね。ですね。他は、よし。ないです。そう、このゲーム、グレネード弾。これが本当に厄介ね。1マス占有するから、しかも捨てらんないし。つまり、真のこれこっちか。ここは？なんだこれ。荷物の仕分け室。ただ、ああ、そっか。水が流れ込んで、こんななってんだ。でですね、こっからこっち行けるわ。金属加工室。ちょっと見とこうか。真ん中になんかクレーンのワイヤーがあったんだけど、あれは？で、マリオがいらっしゃる。あ、これあれか。すいません。ちょっと寄りすぎた。これシャッガン2発に耐えるというこいつは。化け物かな。まあ、化け物なんだけど。押しと。こいつ、硬すぎない？こいつ。すごいな。タフいな。あ、でもいいね。ちょうど巻き込んでやったわ。ここら辺もこれ全部ぶっ飛んでんのか。金属加工機。ここでぶっ飛んでるでしょ？ちょっと待ってね。ショットガン弾これ結構使うね。今のグレネードを撒いていってもよかったかな。で、あ、そうそう、ここで、ケースか。ジュラルミンケース。これって開くのかな？と、よし。ショットガン弾薬。調べる。どう？あ、これ。キーピックか。キーピックを持ってない。クレアさん。クレアさん、どこにいるの？てかもう、ショットガンかなんかで撃って、開けちゃおうよ。こっちか。これでですね、次仕分け室と正面のそっち行けんのかな。ちょっとこれ見とく。これなんだこれ。両手を縛られた大男が吊るされている。ノスフェラトゥーちゃんじゃん。マジか。ここで漬けになったのか彼は。ノスフェラトゥー漬けに。
こっちに蹴るわ。これもしかしてクレーンなのか。あっぽいぞ。操作パネル。起動キーか。これがいりますと。ノスペラトゥーちゃんはあれ死んでんのかな。これどうやって来たんだよ、ウェスカー。ちょっと待ってください。怖そうだね。グレネードランチャー。はい。よしよし。さて、ワンパンだった。これいいな。あ、で、こっからなんか上にリフトがありそうだな。エレベーター通路。と、下も行けるんでね。電力供給室。と、採掘室。どっちかっていうと、ちょっと待ってな。そっち見とくか。こっちエレベーターで行けてしまうからさ、多分。アイテム、ないね。大丈夫ね。しかし、ウェスカーもこれ、どうやって来たんだよ。あの戦闘機かな。なんだろうね。本当にもう、現地集合みたいな感じで。寸分の迷いとかさ、ブレもなく、みんなここに来るっていう、この感じ。で、これが採掘室。採掘室。ゾンビが早速死んでるんだけど、ちょっと待ってな。これはインタラクトはできません。ポリタンク。これも何でもない。で、こっちに行ける。あ、ここあれか。あの、クランクだ。クランクじゃないわ。バルブだったっけ？あれが起こっていて。ここは相変わらず稼働してんのね。となると、こっち？結構凍ってるね。と、ゾンビの大群がいらっしゃいます。そっちの奥とかな。奥何もないか。で、バルブハンドル、よし。これ取りました。で、起きなさる。いや、これ相変わらずこの棒立ちシステムよ。これほんと困るんだよな、マジで。あ、まずい。こいつらあれか。ああ、しかも待ってる。この、こいつはいんのか。なるほどね。寄生してんのか、あいつら。これはですね、こっちだわ。グレネイ。よし。さて。駆逐していく。ちょっともったいなかったけども、まあ、いいでしょう。で、再び、こっちにしとく。まあ、それか使い切ってしまってもよかったかもね。さて、で次か。バルブハンドル。これ持って何すんだ？しかももう加工ができない。八角のまんまだよ。これで、こっち行く。今、回復。一個あったか。赤ハーブの。本作も多分そろそろクライマックスですかね。いや、こいつ、まだいいのね。これさっきやったじゃない。こっからね、ここにスッと入る。スッ。ほいで、これがですね、実験体の水中保管室。これ前あったっけ？多分これって前なかったよね。実験体の水中保管室。なんだろう。なんか言いたくなるね。実験体水中保管室っていう。こっから、これ乗っていけるっしょ？で、さらに、こっちもなんかあんだな。
うわ、この血の量これえぐいな。なんだこれ、何があった。あ、で、ここで、これでか。四角形のくぼみがある。つまり、今のじゃダメか。で、注意。火器の場合以外、排水禁止。水槽の清掃、水の交換。四角。まあ、四角だよね。これは、そう、適合しないと。水槽の水を抜かなければ、そうなんだよね。抜きたいのは山々なんだけど、四角だったらなんか適当に突っ込んでもいいんじゃないの。こっから、これに乗っていけますね。あ、これ地下行くんだ。で、これがね、武器、薬品倉庫。武器、薬品倉庫。ここは何かありそう。ちょっと待ってね。これっていけちゃうのかな。いや、無理か。敵はいませんね。あ、で、これ燃えてんのか。そっちに行けませんと。さて。となると、一旦戻りか。こっからこれどこに行く？水中保管室。で、水槽ね。今ですね、このバルブか。あと、あれだ、エレベーターだ。すいません。一旦こっちは置いといて、もう一匹くらいいそう。メカ、いない。あ、いるような、やっぱりいるような。はい。だんだん慣れてきた。この絵面めちゃくちゃシュールだな。肩押さえて、エレベーター乗ってんの。いてーっつって。敵は、大丈夫っぽい。で、これがですね、ホール、前には。あ、待って待って。今の足音あれか、ハンターか。ハンターいるの？セーブ地点。ここのさ、なんかこっちなんかセーブ臭くない？大きさ的に。あ、でもデンジャーって書いてある。全然セーブじゃねえわ。デンジャー、ハイボルテージって書いてあった。あ、セーブだった。マジか。なんか大きさ的にそれっぽいかと思ったら。よし。まさにセーブ地点。これはありがたいわ。もうちょっと待ってね。暗い。まずそうね。アイテム。これ預けようか。ペーパーウェイトな。どのタイミングで使うんだろう。ペーパーウェイトとグレネード、これ混ぜて、グレネードちょっと置いとくかと、インクリボン、あ、これいいね。よし、ショットガン弾薬と、ここで通電ユニット、よしよし。通電ユニットに何？こんな、どういう通電ユニットなのこれ。回すとこれがこう、パコッとなるんだ。で、なんだけど、今ですね、あれだわ。そう。あの、イーグルプレート。これがないのかなもしかして。これ多分、もう一回できんじゃない？いや、というわけでもないのか。なんかさ、そこにほら、プレートのあれがあって、イーグルプレートをかますのかと思ったんだけど、違うんだ。で、ブルーハーブ。と、さらに、グリーンハーブ。もう一個。これそうだな。どうしようかな。ハーブ。どう持ち歩くか。とりあえず、こうしようか。混ぜて、で、こっちも混ぜて、で、これを使っとく。八角のこのバルブか。フラの配電盤がある。レバー動かしますか。はい。これでこっちに来るのかな。どうなったんだろう。よくわからんっす。と、インクリボン。このバルブ本当どうしよう。今は使う必要がない。通電ユニット、切り替えができる。だよね。
となると何？置いていってしまっていいのか。これですね、多分一旦置いといてもいいかな、これ。バルブハンドル。そう頻繁には使わないでしょ。で、セーブします。よしよし。で、インクリポン、これ預けて。あとさ、あれか。アサルトライフル、これクレアが持ってるやつか、多分。となると、合流すんのかな、そのうち。それかまた切り替わるとかね、クレアに。でですね、こっから、さらに奥に行ける。で、プラス、前庭か。あっちも。ま、なんかいた。あ、くそ。ゾンビだ。もう。ちょー。背中。ここはそうだな。まあ、無駄にハンドガン。行ったかな？いや、めっちゃいっぱいいるな、ここに。なんだこれ。あと、ハーブがすごい。何ここ。よし。これがですね、ブルーハーブと、こっち。ここもいんのか。なんだここ。いや、こういう時ほんとね、フラグとか欲しいな。ショットガン。よし。結構いったかな、今の。よしよし。あ、これ今作、顔面これ飛ばないんだ。バイオ2は飛んだんだけど、スパーンっつって。あと、足ももげなかった。これでこっち。これいけんの？これってなんだっけ？なんかの、バイオ1とかになかったっけ？ここ。なんだこれ。メッキン室。なんかバイオ1だかにあったよね、こんなの。そう、押していけるんだけど、あれなかったっけ、ワンとかに。特に変わったところはない。綺麗な油絵だ。なんでこんなところに、こんな空間が。で、こっちは限ってる。バイオハザードマーク、これは刻まれている。問題これよな。どう押すか。上から取るのか。どう取る？いや、こんなのほんとよじ登って取ってよ。ふくよかな女性の枝。と、弾薬。ショットガン弾薬。ハンドガンもあるかな。ひびが入っている。ちょっと待ってね。何に？ひびが入ってる。ああ、ここか。なるほど。床にか。つまり、落っこっていく？こっからですね。多分ここに、こうじゃない？重いんでしょ？これで、どうかな？もうちょい？もうちょいこっちか。え、どうなん？これでひびが入っている。これでダメなの？まあ、とりあえずこっち行こうか。熱菌室。こっちはね、行き止まりだわ。なんだこれ。宝石を取りますか？どっちを取りますか？左右。まず、青い宝石。これ取ると。あ、これが出てくるのか。四角に変換するんだ。なるほどね。ここでまた、なんかこういうのが来るのか。ちょっと待ってね。まず、組み合わせて、これ取るでしょ？ソケット。で、次に、赤い方か。赤を取る。
さ、これもしかして、マグナム弾。これいいね。6発。そっか。マグナムあったもんな。で、さらに、宝石ね。ただ、これは使うんでしょうな。赤か青。取った状態で、どっかに向かっていくっていう感じかな。これ待ってね。一旦、アイテム整理だ。あと、そうそう。これ、戻ってるし。え、多分これってここじゃないの？ひびが入ってる。ちょっと、もう一回いいですか？あ、よしよし。さあ、これで、地図か。よしと。これでもう全部明らかに。でですね、そこの下、あれ、エレベーターかな、多分。と、ホール前には。まず、アイテム整理。まず、マグナム弾。これ一旦アウトかな。持ってないしね、マグナム。で、誰に使うか、問題は。よしと。で、これは四角のバルブハンドル。で、さらに、ハーブね。これ預けて。ハーブこれ結構あるな。あと、ペーパーウェイト。ペーパーウェイトな。そろそろ使いそうな気がしないでもない。で、さらに、セーブしようかな。どうしようかな。バルブハンドル。ちょっと待ってね。今そうだな。バルブハンドル。ちょっと預けていこうか。まあ、回復もぶっちゃけ預けていいと思うんだけど、どうしようかな。預けとくか。で、なるだけ空きを作って、で、セーブする。クリス、やっぱりこのアイテムの数が少ないってのはきついな。バイオ1もそうだったね。高体力なんだけど、枠が少なくて。よし。さてさて、これで再出発。あ、びっくりした。猫ちゃんのご飯マシンだわ。すげえびっくりした、今。もう2時半か。で、まずですね、こっちの、これは気になる。こっちか。ここだわ。多分エレベーターかな。それが個室なのか。すごい狭かったけど。ああ、集計すんのか。滅菌しましたと。待って、ここめっちゃ暗い。何これ。アリ塚部屋。なんだよ。で、左右がある。アリ塚部屋？ちょっと待って、ああ。アリがいるんだ、大量の。なんだこれ。で、羽のオブジェ。これもしかしてあのクレアが燃えたやつに近いのかな。ちょい待ってね。うわ、こっち来ちゃったんだけど、先にこっち来たら血痕があるわ。まあ、行こうか。あ、どっくんどっくん行ってる。さあ、これがですね、アレクシアルーム。あの、復活したとこか。アイテム、ないね。これ、ドキュメント？いや、でもないのか。あ、だったわ。これがね、ドキュメント。ウイルス研究レポート。ジョーニから採集したティーベロニカ。研究すればするほど、その秘められたポテンシャルには驚かされる。私はついにウイルスを自分自身に移植し、その力を得る方法を突き止めた。父で実験した時の失敗を回避するには、低温でウイルスの活動を抑え、緩やかに細胞を変化させればいい。私の計算では、ウイルスに対する免疫を持ち、共存できるようになるまで15年はかかる。その間私を守るのはカプセルと、忠実だが無能な兵隊兄である兄だけだ。
だが絶大なる力を得るためには多少の犠牲やリスクはやむを得ない。復活の時、私は女王として目覚める。そして我が子らによってティーベロニカは世界中に放たれ、地球上の全生物が私のしもべとなる。そう、地球も私のアリ塚のように美しい一つの生態系となるのだ。アレクシア・シュフォード。これがそっか、アレクシアの計画。女王になりますと、アリはそう完璧な社会性を持ってますからね。女王が1匹いて、でまあその女王しか子供を残さないっていう。であとはもう全部なんていうの、古文といいますか、配下といいますか。何か書かれている。光と影、このように生を受けし双子の運命、アレクシアと私は表裏一体なのだ。アレクシアの名前の下に模様が刻まれている。ここでか、あのペーパーウェイト。表裏一体、ハートスペード AA と王冠ね。模様のついたボタンがある。でボタンを押しますか。これは当てずっぽだ、無理だね。4つか、表裏一体、おそらく裏側ってことか。ここでか、ペーパーベイト。何に使うんかなと思っていたら、ペーパーベイト。で、このアリちゃんは多分、アリちゃんこれ何なんだろう。ライターってこと、もしかして。いや、っていう感じでもないわ。と、ハーブ。で、さらに、こっち。ここ待ってね。できるかな。暗い。と、リロード。あ、できるわ。あっち向くもん。で、これがですね、研究室。うわ、ここなんでこんな暗いの？近いしな。あ、近い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 。え、なんだこいつら。どう？あ、まだいるわ。あのね、これあれか、なんか背中か内臓かなんかかと思ったら、頭髪か、彼らの。もういない？あ、大丈夫だ。うーわ、待って、ここバカぐらい。もう大丈夫かな。よし。さてさて。あ、で、ここにハーブか。旧式のアルコールランプ。アルコールはまだ入っている。使えば役に立つかもしれない。じゃあ、点火せよ。これで、どうなったの？明るくなったってこと？いや、多分、隣の部屋か。透過すんのかな？で、ブルーハーブ。と、グリーンハーブ。でね、ここにもドキュメントだわ。ジョーワニの研究レポート。ジョーワニの遺伝子に古代ウイルスの名残を発見して以来、アリ塚を作り、アリの研究に没頭している。アリの生態はまさに理想的だ。一つのアリ塚には一匹のジョーワニが君臨しており、兵隊アリや働きアリはジョーワニの奴隷だ。自らの命をジョーワニに捧げている。ジョーワニの死は、すなわちアリ塚そのものの破滅を意味する。兵隊アリや働きアリは、女王アリがいれば、いくらでも代わりが効くのだ。まさに私と他の愚民どもとの関係にふさわしい。スペンサーが発見した思想ウイルスに女王アリの遺伝子を移植し、理想的なウイルスの開発に成功した。役足らずの父の体で実験をしてみたが、予想通りウイルスの影響による細胞の急激な変化に、肉体だけでなく脳細胞も破壊されてしまった。また体内に特殊な毒ガスが発生しており、ブルーハーブでは効果がないので、毎日のために解毒剤を作り、地下2階の武器、薬品倉庫の薬品棚に保存しておいた。想像以上のポテンシャルを秘めたこのウイルスをティーベロニカと名付けることにした。この素晴らしいウイルスの力を我がものにする方法を見つけたとき、私の偉大なる研究が完成するのだ。アレクシア・シュフォード。ここら辺の感じはそうね、ウェスカーさんと気が合いそうかな、アレクシア。あとね、これ多分生きてんのかな？なんか、判定があるというか、あっ！わっちゃ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 、ここで待って、ここら辺、そう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 。でですね、これやっぱりハンドガンでちょっとケチって倒していこうかな。
また押し出すんじゃないよ、君たちも。なんだこいつら、圧がすげえな。踏んで。そう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 。よし。さて、顔面飛ばして、もういないかな。ジョーニーが死んでいる。アリノスは死滅しているようだ。でかっ。ジョーニーこんなでかくないっす。巣に対してでかすぎる。と、弾薬。ハンドガン弾薬ね、ただ、そんなあってもいらんのよな。で、もう一個、弾薬。よしと。もう、何もないかな。ないね。と、絵がある。美しい女性の肖像画だ。アッシュフォード家、初代当主、ベロニカ。こっから撮ってますと。ヘイ、ベロニカ。このランプ、これ何だったんだろう。結局、あんまり、あ、でもちょっとか。ちょい明るいって感じか。かすかにね。じゃあ、そうですね。今回は時間の切りがちょうどいいんで、一旦これで終わりにして。で、次回ですね、ペーパーウェイト持って、ここに来るのか。で、それと、あとですね、行ってない、こっちかな。これはホール前には前提っていうのかな。で、さらにあとクランク、あれを使いに行きましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回バイオハザード、コードベロニカでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。